めぐみちゃん最近彼氏とどうなん？うまくいってんの？あ、いってんの？あ、ほんと？へえ。なんか悩んでることあったら何でもいい？聞いてあげるで。聞いてあげるよ。なんもないの？一個も？一個も悩みないの？それはそれであかんな。それはそれで良くないわ。悩みがないいうことは、それはな、無関心いうことやね。わかる？向き合ってないねん、お互い。向き合えてないねん、それは。いや、そういうことになんねん、それは。絶対せやねん。それは一番あかんな。それは一番あかんかもしれんな。それは重症やわ。よっしゃ、任しとき。ほぐしたるわ。うちがほぐしたる。話聞いてほぐしたる、うちが。楽にしたる。ええねえねえ。ええねえねえ。ええね、全然ええねえ。やるから、それは。うちがやるから。任しとき。今、付き合って何年やっけ？ 3 年？あ、もう3年なんや。ほったらかされてんな。いや、ほったらかされてるよ。ほったらかされてる顔してるよ、めぐみちゃんは。もう顔に書いてある。書いてあるよ、顔に。いや、もうそれはそんなもんやね。男ってのはな、3年付き合ったらもう冷めんねん。これもう絶対冷めんねん。うちの前の男がそうやったの。もう絶対冷めんねん、それは。そういう生き物やねん、まずな。んでな、まずな、めぐみちゃんな。基本のキーやで、これは。基本のキー。もっと自分大切にせなあかんわ。大切にせなあかん。自分自身を。まず自分。まず自分やで。自分という軸があって、その上で、ほな、男と付き合おうか、いうふうにならな。そう。ただな、ただ、ま、聞いて。ただな、ただな、強い女ではおらなあかんけど、突っぱねんのはちゃうねん。自分は持っとかなあかんよ。自分の軸は、ないとダメ。それは絶対ダメ。せやけども、突っぱねんのはちゃうねん。時には、なんか、こう、可愛らしい女子ではいなあかんねん。こう、可愛いな、いいな、なんやこの子、守ってあげたいなーって思わせなあかんねん。そこはむずいね。押し引きやな。まあでも、自分を大事にせなあかんっていうのは、もうこれはもう基本のキーやな。今日うち泊まり来る？ こん？こん？全然ええで。布団あるで。布団2個あるで。ええの？何、浮気されたことあんの？ないの？一回も？3年間で一回も？してるな。それ浮気してるな。いや、してんねん。それはしてんねん。3年間付き合うてて、浮気せん男はおらんねん。うちの前の男がそうやった。それはもう絶対してんねん。逆にな、一回浮気してるっていう男の方が信頼できるわ。逆に。そっちの方がほんまやと思う。してるな。男はな、そういう生き物やねん。もうそこをな、理解せなあかんねん。男と女は別の生き物やねん。わかる？男と女は別。そこ理解せな。まずな、そこ理解せなあかん。悲しいな。悔しいな。浮気されてんねんで。泣きたいな。泣いたらええよ。泣き？うちの胸で泣き？泣いたらええねん。好きなだけ泣いたらええねん。ほんで、よう泣いてな。よう食べてな。よう寝てな。ほいでな。韓国ドラマ見りゃええねん。そしたら全部吹き飛ぶよ。そういうもんやね。な。な、これな、浮気する男と付き合っててな。まあ全員するんやけど、一番大事なことはな、いつでも別れますよいうカードを持ってることやね、こっちが。こっちがやで。で、持ってますよいうことを相手に伝えなあかんねん。カード持ってますよって。ほいでな、それでな、もしな、別れることになったとしてもな、それ喧嘩両成敗で。喧嘩両成敗で、それは。もうどっちが悪いとかもうないねん、それは。わかる？覚えとき？もう、恋はいつでも両成敗。
今日泊まり来る？こん？ええの？トリートメントあるで。全部揃ってるで。こんの？それで何？その人とは結婚とか考えてんの？考えてんの？考えてんねや。こっちはな。こっちだけやで考えてんの。当たり前やん。そう。音が考えてないよ、そんなことは。うん。考えてない。残念やけどな。本当に考えてんの？あ、今、うん。社会人2年目で。あ、3年働いたら結婚しよう言われてんねや。せんな。口だけやな。口ばーっか足したやな、そいつな。大阪人？ちゃうねや。東京の人なんや。口ばっか出しやわ、そいつ。そうなんや。そういうな、結婚する気ない、そういう男をな。いや、結婚する気ないねん。結婚する気ないねんけど、その彼氏は。そういう男をな、結婚させる気にする方法、知りたい。知りたいな。教えたら教えたら。待って待って、教えたるから。知りたいな。あんな。私は、めぐみちゃんがな。私は結婚する気ありません、言うねん。あ？焦るで、焦り倒すで、焦り倒すで。あのな、これなんでこれが効果的や言うとな、男はな、女は結婚したい生き物やと思ってんねん、思い込んでんねん、まずな。うん。で、それを勝手にプレッシャーに感じてもうて、勝手に拒否ってんねんな。そのくせいつかは結婚できる思てんねん、アホやろな。そこでな、結婚する気ない言うやん、めぐみちゃんが。そしたらな、あれ？俺、ほな、ずっと結婚できへんのちゃう思うねん。な？焦るでー。焦り倒すでー。焦り倒して、しばき倒すでー、ほんまに。な？そしたらな、半年後な、もう焦り倒してな、半年後な、勝手にプロポーズしてくれるわ。勝手にプロポーズしてくれはるわ。うん。え、もうプロポーズされてんの？え、指輪ももらってんの？あ、それ？ほな、結婚する気はあるんやな、その彼氏。今日うち泊まり来る？こん？来てーや！うちの話も聞いてーや！うちこの10年間何もないねんで！なあ、めぐみちゃん、念といて。なあ、その最近夜一緒に散歩してる男、脈ありやと思う？